マニジャーナーです。パワープロプリやっていきます。今回は、噂の演武入り PA1 野手デッキですね。やっていきたいと思います。演武、そして、レオリオ、イチロー、東条、シラセ、カヤノちゃん、サポートに、トグザくんと、あとは今回、イタドリにしてます。ここはもともとは、練習改革持ちのアンコちゃんを入れて、便所点稼ぐみたいな形になってたようです。ただ、ちょっと赤入れたくないので、今回はこんな感じでちょっとアレンジしてます。で、演武に関しては、タックボーナスやはり高くて、80% 固有で100っていう感じかな。はい。で、練習効果30の技術、精神ボナーが入ってくるので、まあ、そのあたりでかなり優位性あるのかなっていうところですね。はい。ただ、民所点はほぼほぼ稼げないと思うので、まあ、そのあたりはうまいこと、こう、総力の上限を相談しながらやれたらいいかなって感じです。で、今回初期いいやつですね。招きカロリーバー行きましょう。うまいこと評価上げてタックしていきたいわ。まあ、便所点マジでどうなんでしょうね。まあ、レイリーの方が正直良さそう感はあるけど、これで結果出てるからね。先人に習っていくしかないですよ。先人に習っていくしかないですよ。先人に習ってやってみて自分に合う合わないなーっていうのを感じつつ、それからまた色々とね、カスタマイズしていけばいいので。あー、守備取りてえな。あ、ただ、レオリオこれ、ありがたいっすね。評価ババッと上げれるわ。うん。いいんじゃない?わー、もったいねー。それだったら別のとこ来てくれいい。ほんと、サポートがさ、1個踏んだ時にさ、めっちゃ来るんだけどさ。全然2個踏んだ時に来ないんよなー。ここで来い!いや、来ない。逆なんよなー。タックが発動しました。ナイス、レオリオ。ここは守備でもいいかな。メンタルでもいいですけどね。ここは3取れないからな。体力がだいぶなくなってきてるので、メンタル踏みたいっすね。いや、来ない。マジで来てくれー。チームメイト評価上げます。うん。シラッセ取りましょうか。はい。で、一気に強化上げましょう。で、タックこれで、ある程度のキャラが発動できるようになったと思うので、すごいね、これ。もったいねえ。めっちゃもったいねえわ。肩踏んで、頼む、サポート来て。来い!なあ、ない、ない。片守備で稼ぎたいのに片守備が来ないとちょっとお話にならないですね。お話にならないんだよな、来ないと。マジで来ないとお話にならないんだよ。めちゃくちゃお餅はゲットできてます。チームメイト評価上げます。これで、まあ大体行ったでしょ、全員。うん、ここは上にしておきましょう。体力は回復したくないんだよね、このタイミングで。強いね。紫がどこにいるか分かればいい感じですが。てか、緑も移動させていきたいね。紫、3人。紫は、まあ、おそらく左移動で取れるかな。OK、ナイス。これめっちゃ助かるわーと。どか。よし、いいね。これ結構入るんじゃない?体力も減ってるし、割と神様も、一気にね。よし。めちゃくちゃ点入った。肩で入れるのがめっちゃ大事。ただやっぱりあれですね、美女点自体はそこまで入らないので、そんなに、なかなか、厳しめですね。厳しめですね。臨床。お。これ。なんとか3人、なんとかなりませんかね。なんとかもう一回、サポ。サポ。いやー、おー、いいね。来ました。ナイスサポで。これであとは肩待ちしとけば、おー、肩来てるー。埋めたいな、走塁とか。守備も埋めたいですね、早めに。埋めないと結構厳しいっていう。いやー、なるほど。体力がないので、まだ水波でボコっていってもいいですね。
まだ水葉と、しなとしら。打たないと無理まであるな。とりあえずここは打つとして、肩、しなとしらちょっと遠いっすね。うん、1でもいいかもな。割とここは一発でもいいかもしんないですね。まあ、どうなんだろうな。入れた方が良かったんかな。まあ、十分点数入ってるんで、そんなにがっつかなくても感はあったんで。4か、取りで。お持ちのこと考えるとっていう感じはあるな。筋力取るか、これ。はい。なあ、もったいねえな、サポート。8484点。まあまあ出てますね。いきなりタックに演武絡む形で強いの引けたので、なんかそれだけでも恩恵あるなぁなんて感じますね。それは早く踏みてぇな。メンタル。持ちもあるからなんともですね。ここちょっと打撃踏みましょう。あんまりダー踏みたくないんですけどね、このタイミングで。ちょっともうこれだいぶ走ってるな。先に、骨格砲を取ります。で、体力なくなってきた。いやー、足んねえ。お持ち。伝説のさよなら男入りました。あの、かけらを完成させたんでね。すげえな。これ、ダーでとりあえず回復したいか。あとは、お餅の配布が残り2ターン。そんな強くない。紫でぶっ飛ばしたいが、紫の位置は正直よくわからない。かなりリスキーですね。右移動でいいと思うんだけどな、これ。右移動で取れるんじゃないかなって思うんですが、果たしてどうでしょう。ああ、3回か。じゃあ、なんか、走塁ぐらいにいた感じですね。ちょっともったいなかったな。で、ヒアルカも、いるんなら移動させて、ハニヤ持ちは正直やんなくてもいいような気はするけど。残りターン、2ターンなんで、なんともですがね。はい、行っちゃうか。この距離だしね。はい。シナトシラ、はい。展開タック。ここは結構ポイント取れるんじゃないかなと思ってますけど。2000点入ってる技術。まあ、技術2000点入れたところで欲しいかって言われるとなかなか難しいところですけど。ちょっと肩さっさとやりてえな。ちょっと守備ここは拾っておきます。お餅入れておきましょう。再配布も近いんでね。演武走りまして、バースト入りました。かなりで入ったんで良かったですね、結果的には。これ、肩来て欲しかったな。どこだろう、ハニヤ持ち。ハニヤ持ちは肩にいる可能性が高い。高いだけで確実じゃないけど。こっちだったか。ハニヤアタックしたいんだよな、ただこれ。届かないですね。困ったなぁ、美濃和地。いやぁ、これ行くとこが正直ないですね。ちょっとメンタル踏みます。超もったいねえわ、これ。で、そっと見守る。タックは発生せず。ちょっと埋めときたいですね。埋めときたい時に全然何も来ないんだよな。それが困ってしまいますが。うまいこと肩はあと一回でどうにか終わらしたいですね。体力はこれでほぼマックスです。ので。いやー、ここ行くとな、赤で。まあ、走塁筋力とか別にどうでもいいので、これ取ってもいいかもな。今回は取ってもいいかもしれないですね。ハニヤ持ちも入れましょう。入れていいのかな？ハニヤ残り3ターン。まあいいでしょう。神様のご移動お願いします。
で、バチコリ当てていきます。ヒノカズチはね、本当に周りを削っていくので、あんまり、まあ、走塁練習とか、まあ、今回筋力も削られますけど、まあ、そういうこうあんまり踏まないだろうなみたいなやつが絡んでるときはいいかもしれないですね。うん、ここはダーいきます。パワーヒッター欲しいな。まあ割と入ってますね、ポイント。頼むー、サポサポサポ。いやー、ナイス。ね、筋力臨床点欲しいのか。頼む、大凶以外でお願いします。おわー、大吉、大凶以外だったが、確かに大凶以外でしたが、結構入ってくんな。ミートカーソルバチ上げしましょうか。101までは上げても天才覚醒恩恵受けれるんで、ちょっとそこまで一気に上げます。あとは打球伸びとか取ってあげたいですね。そうするとバランス的には良くなるのかな。ローボール、エザビ、ローボール、打球伸び、これでいきますか。はい、で守備うまくなりました。このカズチさん、肩埋めてえな、早く筋力がな、来い。いやー、枚数が、走塁埋めとく、埋めとくだけでも結構効果あるんですけどね。ちょっと肩がね、肩が何とも言えないので、これ外れ練習になっちゃうしな、この辺が。ちょっとその辺がむずいな。あ、ちょうどいいね。ハニヤモチは残り4ターン。ちょっと入れたいですね、この感じだったら。ハニヤ。ヒアルカも距離近くて、これ4なんで入れたいですけど、ヒアルカの恩恵自体が受けれないと。なるほど。じゃあ、このままでいいですね。バチ上げして。演武。肩、なんか、この数値入れてもよかったかな、これ。ちょっと場所が何とも分かんなかったんで、何とも言えないですけど。早急骨。で、レオリオ終わりました。ホームランフィーバー。肩が埋められねえ。これ結構問題ですね、肩が埋められない問題。守備のハニヤモチと、ヒアルカ。シナトシラ。ああ、まあ、これで埋めるしかないか。うん。で、守備力上げましょう。ガーッとね。もう筋力と、臨床点は 100% 足りない未来しか見えないわ。臨床点はマジで、打撃を踏んでる場合じゃないんでしょうね。っていうのはすごい感じるところかな。うん、まあ、なんか、まあまあっぽいけど、多分全然単で、お基礎反応入った。まあ、こういうのもあるから、なかなか、ハニヤモチばっかり踏んでもみたいなところはありますね。25,700 点。肩。そろそろ肩埋めないときついな。お願いだから、サポ。サポ。サポれ。いやー、サポらない。サポらないんだったら、ほのかずち使いたいけどな。いやー、なんで？タイミングすごくないこれ。えぐいんだけど。今だってそのタイミングじゃないでしょ。今だって1ターンすー。いやー、もう1ターン早かったな。頼むでーって感じですね。不眠症になってくれ、逆に。強、これは強い。ちょっともうミートガスラ上げます。もう何回やってもやっぱこの形だな。何万回やってもこの形なんでしょうね。サポれ、サポらない。ただ肩がこれ入ったっすね。つえー、これ 40% だけど通したいな。さすがにこっちの方が圧倒的に通したいですね。怪我しにくさとか取るか。
ちょっとこれでお願いできませんでしょうか。1回ぐらい通してもらえませんでしょうか、こういうの。衝撃。いやー、40、ないもんね。ないね。はい、ナイス。これで心置きなく次、肩タック来たら、えぐいことになるわ。パクラン。ナイス、やる気。体力もめちゃくちゃ削った。さあ、肩タック来い。肩。わあ、来たね。ナイス。水。水。入れて。で、もう追加できないよね。シナトシラとかちょっと入れたかったけど。抜群のタイミングで来てくれたんで、悪級打ち。ムードか。守備職。ムード、これ何取ってないよね。はい。で、これで、踏みつけましょう。結構入るんじゃない?さすがに。どうだろうね。結構入りそうな感じするけど。体力はね、えぐい。いやー、強っ。パワーヒー。落とし物も結構入ってくるっすねって話と、お願いなんで、お願いしますんで、ここで、サポってください。サポ。サポ。いやー、来ねー。サポらねー。サポるかどうかでマジで変わるわ。ノリダ取りまして、これで被りなくなった。メインの練習につぎ込めないんだけど。とりあえずここは筋力いきます。まだ水はー。すごいね。まとめてきたわ、一気に。どうしよっかな。こっち取っちゃうか。ポイント的にね、圧倒的に肩の方が取るんですよね。だから67まで来てんな。すごい感じになってるね。あ、ここはさすがにちょっと守備も踏むかもしんないんで、体力は減らさずに。あー、なるほど。だって感じですね。だーも強いんだけど、これ別に守備でもいいな。うん。バランスがもう、臨床なんですよね、完全に。あとは紫もちょうど詰めるんで、ちょっとここは、体力を減らす目的も込みで。肩入ったね。肩入れたいな、ちょっと。いやー、君、なるほど。遠いやつですね。いろいろ。ミノカズチ、ソウルイ。ミノカズチ、ソウルイ。炎、いやー、炎は使いにくいな。メンタルワンチャンありか。炎を使ったらだいぶやばいよね。水打撃にしよっかな。が、まあ、影響としては少ないかなって感じ。臨床点はだいぶなくなってきてますけどね、おかげさまで。あと臨床点どころの話じゃなくて、だいぶ、いやーなんか想像してたような形ですね。やっぱこういう感じになるんだなっていう印象強いです。これで練習改革筋力入れてどれぐらい変わるのっていうのは、多分、そんなに劇的には変わんないんじゃないかな。落とし物ボーナス入るだけですからね。なんで、マジで肩守備、特に肩ですね、もっとバンバン踏んで、ようやくこうバランス整うみたいな印象が結構強いかな。ハニヤ餅。メンタル、みんなメンタルだな。なんでそんなメンタルおるん、君ら。肩、ほのかずち。ほのかずちかな。ほのかずちどかって踏めば、まあ、いやー、そうじゃないな。そうじゃないな。そうではないですね。だー、いやー、サポんねえかな。次、もう一回サポってくんねえかな。肩入りましたね、強い。ほのかずち。ほのかずちするか。
しょうがないよね、これね。まだ水葉があそこにおるので取ってもいいが。いや、どっちかっていうと紫で吹っ飛ばしたい感超強いな。ヒアルか。3箇所なんでヒアルか巻き込みたいんですけどね。すげえむずいや。ここ行くか。ここカズチにするか。ちょっとバランスが、特に筋力がもうないんで。行くしかないかなって感じか。水。まだ水入れる。はい。ちょっとまあ体力の回復量そんなにないので、あんまりかもしれませんが。うん。このカズチが強い。ありがとう。はい。で、4万4000点出てますと、もうちょっと欲しいところですけど、ちょっと噛み合いがあんまり今は取れてないので、もう少し頑張りたいですね。肩強っ。あー、そうか、かけらが。はい。一気に肩で攻め入っていきましょう。もうマジで肩だけでいいぐらいのレベルですね。肩だけバンバンやっていきたい。肩もまだ F か。F って、肩まだ F ってやばいな。だいぶしんどいな。これ敏捷は 100% 無理やな。で、これでまだ金属関連取ってないですからね。行きましょう。はい、勝てました。OK ですね。次行きましょう。うん、いいね。ナイス、肩。また、ほのかずち。まあ、欠けてるし、別にこれは、ほのかずち逆に、ありがとうって感じだな。ほのかずち、ヒアルカ、ハニヤモチ。いや、ヒアルカ遠いな。ヒアルカこれ入れたいっすけどね、どうにか。ちょっと入れよ、やっぱ。これは入れよ。さすがに強いわ。3箇所アップですからね。技術か。すごいね。また100いきそう。また100いきそう。この数字、やっぱ強いな、そう思うと。めちゃくちゃ来るもんね。えぐいもんね、これ点数。この数字様の点数。うん。ここは、守備かな。で、埋めてしまって。このカズチ、なんか、評価を見直した方がいいかもな。結構テクニカルなので、まあ、あんまりこう積極的に取っていく感じでもないかもしれませんが。行くとこな。行くとこな。ここ筋力か。はい。肩がな、入んないときついね。肩。杖、一気に埋められた。これはありがてえ。ババッとね。マジで行くな。20% か。ちょっと頼むで。ここは、怪我できねえな。ふいっ。ナイス。めちゃくちゃでかい。うん、いいですね。これで守備。強いね。邪気払いつつ、水で回復したいね。これさすがに。あー、届かねー。届かねー。品と品は入れられるけど。いや、水入れてー。水届かねーのか、これ。結構、きついですね。ここは水届いてほしかったな。対左。流し打ち。代打。満塁、火事場。対影。ちょっとこの辺の筋トクルをね、そろそろ触っていきたいですね。やり。重てー。クソほど重てーわ。これでもタック取んないときついよな。はい。もう踏むとこないですからね、タック取んないと。いや、これ水欲しかったなー。水来たら完璧だったなー。水なしでこんだけ強いですからね。ナイス。
うん。乾燥した。ちょ、肩こい。ナイス。筋力。メンタルでもいいか。ほのかずちが、水も入っていて、なんで、まあ、いいかもしんないけどな、これ。ありっちゃありですね。それかまあ、炎をずらしてもいい、これ、正直。炎をずらして、血。血はメンタルにおる。いいらしいな。別にここで筋力で、っていう感じにしなくていいしな。水は絶対欲しいので、ちょっと打撃、走塁とかにご移動していただいて、ハニーや、残り4ターン。いやー、まあ、筋力別に、どうにかなるやろ。どうにかなるやろ。はい。ちょっとメンタルが逆に、すごい値になってきたな。うん、パワーコツ入りました。砲玉入りました。アクションで臨床取る。あと、すごいね、これ。バチクソ、バチクソ人いるやん。誰も何もわからない。ハニーやーと、緑。緑、近場にいる可能性低いな。近場にいるかどうかわからないですね。これもう普通にこの辺踏んでいいな。うん。守備踏みます。できればサポってほしいけど。あー、来ないか。もう落とし物経験点回収しながら肩でかいの来たら打ち込めばいいぐらいの感じなので。パワー上げます、まあ。当初の予定通り、まあこういうバランスだろうなーっていうのと、技術精神まだちょっとさばききれてないんで、そこだけ心配ですね。強っ。すごいね、これ。技術精神で海岸にはなるでしょうね。肩くれー。うん、あと1回か。まあなんとか完走しそうかな。初球とか取るか、これ。固め打ちとかなんか初球とか、さよならは一番最後もらえるのであれですけど。基礎本。すげえバランス。すげえバランス。スイープもあって、バーストは3だから先取って。うん。まあ、こんな感じなのと、これとりあえず5まで伸ばして、これでいいですかね。いきますか。はい、勝てました。OK ですね。次行きましょう。よし、ナイス。肩を取らせてくれ。うん、まあ、一応埋められるし、埋めとくか。まあ、技術いらないので、もう、全部さばいちゃっていいですね。はい。恐怖の満塁男。めちゃくちゃちょうどいいな。うん、今から技術入ってくるので、これで捌きます。洗礼。なかなかかみりましたね。頼む、肩くれ。肩をくれ。お、来たね。ナイス。レオリオ1か。ちょっと最後は炎を入れたかったんですけど、ちょっと炎を入れると話変わるんで。炎を入れると話変わってしまうが、どうしよっかな。もうなんか、全突破して拾うだけでいいかな。バランス的にも。そうしようかな。はい。まあ、最後はアタックいらない感じでいいかなっていうところと。まあもう全部ついてんのか。神様、どうせ移動させた方がよかろうって感じなんだけどね。ヒアルカよりは、ミノカズチって感じか。まあ、近くにいそうなら、全くわからない。移動2回できるので、まあ、どうせだったらここかここか、ここかここ、どっちかなんで、まあ、左に移動しよっかな。うんぶてんぶ。
外した。外したということは、もう一回ですね。当たるかどうか、わからない。はい。外れたー向こう側いたわ。外れたんで、向こう側に降りましたね。あ、残念でしたと。いうことで、これ踏んで。で、あとはまあ、肩の落とし物のところで、再度、拾わせていただいてっていう感じでいいと思います。ここはね、経験点バチッと入ってるんで。うん。で、まあ、だいたいいいんじゃないかな。パワーは途中で止めれば OK か。洗礼の一撃とかもらってますね。初級。高速レーザー。いぶし。ちょっとまずいな。連打。ロリタが完走してないですね。ちょっと最後の周頼むよ。はい、やりました。OK ですね。よし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 。で、最後、肩踏んで、これ回収して、終わりましょう。まあまあ、なんか移動させる意味もないですね。よし。ナイス。OK、しっかり完走した。サイサッチ。対ストレートでいいかな。サイサッチ取らないやろ。って思ってるんだけど。うん、OK。ノリダ入りまして、最後行きました。肩、強っ。いいね。このタックも強い。なんかそう思うと、日の風地、割となんかテクニカルだけど、いけるかもな。感はありますね。どうにか、なんとかすることはできないことはないかもしれんっていうのが、若干感じましたね、今ので。スイープ。牛若が激重だな。いきますか。はい、やりました。OK ですね。次行きましょう。よし。ちょっとメンタル踏みてえな。あー、来ないか。まあ、勝ったら先行く感じでいいですね。で、パワー余りそうか？ちょっとここ取って、あと安倍一個取りたいですね。行きましょう。はい、勝てました。OK ですね。次行きましょう。よし。メンタル光ってる。ありがとう。そして安倍ください。無理か。はい。で、まあ、大体 OK。OK なので、サブポジでキャッチャー、安倍ひとって、集客終わった。集客また終わったわ。マジか、えぐいな、これ。いきますか。はい、勝てました。OK ですね。次行きましょう。よし。これで、さよなら男もらって、終わりてえ。終わりてえ。綺麗に終わりてえ。演武ありがとう。エピローグめっちゃ入るな。さよなら男もらって、最終7番点きっちり出ましたね。うわー、マジか、えぐー。ということで、振っていきましょう。はい、ということで、振って戻ってまいりました。最終的にこんな感じでした。1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、15、19段ですね。で、各、集客がまた100まで行きまして、しかも技術500点ぐらい余りましたね。で、筋力もちょっと余って、で、走力も C まで行けたんで、まあ稼ぎ方としてはもうちょっと稼げれば、まあ練習改革入れたら本当行けるかもしんないですね。もしくは筋力のタック自体を減らせられれば行けるかなっていう感じの印象を抱きました。はい、ということで PB2、まあ3手前っていう感じですね。もちろんスタメン更新でバチクソ強かったですって感じですけど、まあ、やっぱ扱いは結構難しいテクニカルな感じのデッキだなぁなんていう風には思いました。まあ、もちろんこれを突き詰めれば、出されているような結果でね、8万点いって A とか乗るんだろうなぁっていうのは、すごく感じられたには感じられましたが、ちょっとまだ僕の連動がね、もう少し、高められればっていうところと、それでも900ぐらいは一気に、上がりましたね。えぐ。もうバチクソ上がるわ、野手が。この方向強すぎてビビってます。はい。ということで、もう UE3 もまあ手前まで来てるので、まあまだまだ更新しかできないっていう感じのスタメンになっているので、まあどんどん更新はされていくと思います。で、
まあ、なんとかね、UD ぐらいまでは乗っけてっていう感じの印象ですね。ただまあ本当にこう、いろんなデッキをやりながらね、皆さんにね、お見せしながら僕自身もね、少しずつ上に登っていけたらいいなぁなんていう風に思ってます。ぜひ、演武持ってる方は試してみましょう。今回の動画は以上となります。ぜひ皆様のチャンネル登録、高評価、コメント動画いただければ嬉しいです。また次の動画でお会いいたしましょう。